クリスチャンの寄り道をお聞きの皆様こんにちはイスラエル坂木です今回は無理だと思ったのに私が体験した逆転劇のお話をさせていただきたいと思います私には4歳違いの姉がいます私たちは子供の頃から仲が良くお互いに結婚しても何でも話し合える関係でしたしかしある時些細なことで大きな口論になり関係が しししてましまいましたそれまでの信頼関係が揺らぎお互いに心を開くことができなくなりました口論の原因は小さな誤解でしたがプライドや感情が絡んでどちらも素直に謝ることができませんでした時間が経つにつれて私たちはお互いを避けるようになり会話する機会も減っていきました私はは姉との関係は もう元に戻らないかもしれないと感じとても悩みましたそのような中で私は姉との関係が修復されますようにどうか姉との絆を取り戻させてくださいと神様に助けを求め祈りました正直無理だと思ったのですが祈り続けました聖女の言葉に「求めなさい」「そうすれば与えられます」とあります 神様は私たち一人一人を愛しておられますから祈りを聞いてくださり祈りに応えてくださり最善を与えてくださるからですある静かな夜私は深い眠りに落ち気づくと昔よく訪れた公園に立っていました夕暮れ時の公園は柔らかいオレンジ色の光で包まれ少し冷たい風が頬を撫でていきます ブランコのそばで懐かししい声が聞こえました。振り返るとそこには姉が昔と変わらない優しい笑顔で立っていました「懐かしいねここでよく遊んだよね」と姉が言います私たちは一緒にブランコに座りゆっくりと揺れながら幼い頃の思い出話をしました風に乗って2人の笑い声が木々の間をすり,すり抜け 夕暮れの空に広がります公園の片隅にあるベンチに座り姉は私の手をそっと握りしめました「どんなことがあっても私たちはいつまでも一緒だよ」その言葉はずっと私の心の中にあったわだかまりを少しずつ和らげ胸の奥に温かさを感じさせました。姉の目には 深い優しさがあり私の心に触れるようにその視線が優しく感じられましたしかし次第に姉の姿が薄れていき私は目を覚ましましたそれでも夢の中で感じた温かさに涙がほうを伝えましたその夢はまるで和解への一歩を示しているようでしたそれは思いもいもらない片づ たで訪れました姉から突然の電話があり会って話がしたいと言ってくれたのです7年ぶりの再会でしたその時私たちはお互いに心の内を正直に話し合うことができ誤解を解き和解することができましたこの出来事を通して私は神様が私たちの関係を修復してくださったと確信しました自分の力では到底 解決できない無理だと思っていた問題が神様によって解決された瞬間でしたまさに私が体験した逆転劇でしたあの時に祈った小さな祈りを神様は聞いてくださり祈りに応えてくださったのですそれは私の思いをはるかに超えた祈りの答えでした神様への感謝の気持ちでいっぱいです 無理だと思ったのに、私が体験した逆転劇を最後までお聞きくださりありがとうございました。